本日始まりましたまちチャンネル。さあ今回は、はい、清田先生においでいただきまして、トイック満点講師が語るトイックどう変わるのか、新形式、はい、まあ2年後に変わるんじゃないかと言われているわけですよ。10年周期で変わってきてるんで、2006年変更、2016年変更ときたんで、2026年にまた変更されるんじゃないかと言われているので、どう変わるのか。で、今実際にあれ見ました？思考調査的なのがされてるのは応募しました？あ、応募はしてないですけど。してないんだ。応募したっていう受講生の方とかはいました。そうですね、だから応募して、でも当たった人見てないね。あ、で、どうなるのか。まあ英検とかもあったりするんですけど、そういうのって調査時々あるんですね。で、トイックの調査も行われておりますので、まあ変わるんじゃないかっていうふうに言われてるわけですね。はい、でまあ、なんだかんだでその間にトフルがめちゃめちゃ変わっていってたので、ちょこちょこマイナーチェンジマイナーチェンジを繰り返して、ついにトイックより短くなっちゃったんですよ、トフルって。ああ、そうですね、はい、もう2時間いらないで終わる人倍っていうんで、スキップできますしね。どういう風に変化するのかをちょっと予想したいと思います。まずまあいろんな人が言ってる CBT 化はさすがにないんじゃないかと思って。ああ、 CBT、 はい、まあ、CBT でもうすでに中国とかで行われてるんですけど、中国ではトイック CBT です。先読みできないです。うん、うん、はい、で IP テストですね、団体受験の方ではあります。で CBT って半分ぐらいなんです、トイックが、うんうん、その半分ぐらいに収めているので、だこれができんじゃないかと思ってて、はい、つまり短くすんじゃないかなと思ってます僕は。なるほど、はい、2時間をやめんじゃないかっていうのが僕の予想です、はいはいはい、問題数減らすんじゃないかな。それで990点の点数出してますからね、半分ぐらいの問題数で減ったバージョンでやっていくんじゃないか。だから一時期試験ってこう長くする傾向があったんですね。難しいものにすれば難しくなる分長くなるみたいな、だから英検とか長くなったりする級が出たりしてるんですけど、海外のものはやっぱ短くするっていうのが結構あるんで、ケンブリッジ CPE も短くなりましたし、ケンブリッジ英検ですねもう短くなったし、トフルもそうですね短くなって、運営する側からの文句は結構来てる、はい、そんな休みの日にそんな長くやらせんなと。日本とかはまあバイトがやるのが当たり前ですけど、うん、その先生とかがやらなきゃいけないところって結構あるんで、海外は、はい、でその先生たちを働かせる休みの日っていうのがむずいとっていうのがあったりして、短くなるんじゃないかと予想してます。なるほど。あ、でも IP だと正解した問題に応じて次の問題変わるとか、アダプティブですね、はい、そうですね、そういうのがあるから短くなるっていうのもあります、ね、そうそうそう、だからアダプティブはできないんで紙でやったら、うん、だからそんな1時間ちょっとじゃなくて1時間半とか20分とかにしてくんない、まあ半の方がちょうどいいかな、数字的には。そもそも始まる時間が変な時間だから何とも言えないですけど、今そうなればいいなと個人的なるほど願望と予想。じゃあ問題数が減ると逆に落とせる数とかも減りますね。そうですね、1問1問をもっと丁寧に解けないといっぱい落としちゃうみたいな、うん、そう、それをちょっと僕自身は予想してます。なるほど、はい、自分は結構細かく書くパートごとで、ほらいろいろいいじゃないですかそれ。この問題はこうなってとかは考えたんですけど、はい、なるほど、いいですか、ちょっとじゃあそれを、はい、まあまあ全体的にまず言うと、優しくなるというよりも、うん、難しくなるっていうのはあるだろうなと思うんですね、うんうん、でかつ最近感じてるのが、トイック解釈がしづらくなるような問題形式にもっとなるんじゃないかなと思います、うん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 、おお、なるほど。どんな感じですかそれは。例えばですね、分かりやすいところでいくと、うん、パート3、4、リスニングですね、うん、これまでは本文出てきた単語と同じような選択肢の単語があればそれが正解とかっていうすぐ解ける問題が多かったんですけど、はいはい、でもそれだとこう単語を聞き取って単語で正解できちゃうっていう純粋なリスニング力じゃないですか、うん、だからそれが最近変わってるなと思うのが、本文の内容を要約とかきちんと解釈した上でそれの言い換えになる選択肢が正解っていうのが増えてきてるので、なるほど、その単語だけ聞き取って正解するってことがしづらくなってるんですね、うんうんうん、それって結構リスニング点数を落とす人が増えてる傾向とかもあるので、そういう風に選択肢がもっとパラフレーズ化したりして、なるほど、本当に一部の単語聞き取っただけとかじゃ解けないような形式にもっとなるんじゃないかなと。言い換えが難しくなる。そう、なるほど、それはありえますね、はい、それぞれのパートどうなるかと。パート1残るか問題っていつもこれあるんですけど、あ、はいはい、消えるんじゃないかって言われてたんですよ2016年になる時に。はいはいはい、でも写真問題残ってびっくりしたんですよ、うん、残したんだって思って。写真っていろいろやっぱ著作権の問題とか大変だし、撮るのも大変だから、うんうん、なくすんじゃないかと。ちょっと考えたのが、生成 AI が進んで、AI 画像とかになんねえかなとちょっと思いましたけど。ああ、なるほど。そしたら著作権気にしなくていいし、はいはい、のはちょっと思いましたけど、まだわかんないです、ね。写真になるのか絵に
になるのか、生成 AI なのか、それとも消えるのか。確かに英検とかは A ですもんね、うん、そう。パート2はね作りやすいんで、まあ、そのままあってもいいかなって思うんですよね、はい、でこのパート1が作る側からすると大変なんで、やっぱりいい写真がないと1個知ってる人が撮ってる、だからいわゆる素材からやるんですけど大体、はい、ちょっと違うなみたいなので結構あるんで、だからその辺どうなるかなと。パート1は残ると思いますか、写真は残るかなと自分は思います。なるほど、残るけどもっと聞いたことないような日常語の単語だったり、おお、なるほど、そういったのでこう難易度調整をするんじゃないかな。難易度を上げると、うん、はい、これまでの例えばウィルバローみたいなパート1変形単語とかは出なくて、なんか見新しい単語が出てきたり、パート2はパート2は結構攻めてますけど、あの選択肢が4つになるんじゃないかなるほどこれもですね、トイック対策しづらくなるっていう理由が来てるんですけど、やっぱ3択だと1個消せたら 50% じゃないです か、 なんかそれであんまり分かってないけど正解できるっていうのが現状としてあるので、うん、4択とかになると初教とか使いづらくなって、なるほど、ちゃんと聞かないといけないっていうまあないと思いますちょっと攻めすぎ、僕はないと思います最初に言ったやつを覚えてられるかっていうのなんで、うん、覚えてられないと判断して、そうですね、なんだかね、ないかなと思ってますけどね、はい、どうですか皆さんはどう思われますかお聞かせください、うん、どうなるかな、まあ、僕は変化球がね引き続き難しいので出てくるかなと。あとは時間が早くなるんだったら読むスピード上げないんですけどね、あ、読むスピードを上げる問題を出す、はい、で最初の方はゆっくりだけど後半は早くなるとか、はいはい、そういうのがあってもいいなとちょっと思います、ね、あ、なるほど、スピードで難易度をつけるってことですね。そうですね、だから共通テストなんかだと2回読まれるのと1回っていう風になってるように、うん、スピードゆっくりめと早めっていうのがあってもいいなと思いますけど、まあやんないかな。あ、なるほど、面白い、めんどくさいから。続いてパート3、会話、まあ、会話のものは絶対何かあると思うんです。3つ問題があるとかは絶対あると思う、はいはいはい、僕はもっとグラフィック問題増やすとかはあるかなと思ってますけど、インテグレイティッド部分でグラフィックだけじゃなくて、まあ誰かがチャットでコメント書いてたんですけど、文章があってもまあ確かにいいかなと思う。それあるかもですね、なんかの文があってで読む時間があって、はい、っていうのはまあ理想かな。まあ英検でいうリアルライフ1級と準1級にあるような、はいはい、いう感じで読んだり図表だったりっていうのが出てきてもいいかな。それに関してはトイック SW になっちゃいますけど、はい、トイックスピーキングで資料問題ってありますか。はい、ありますね。あれみたいな感じも、うんうんうん、なんかありそうです。セミナーのスケジュール、はい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 、そうですね、あもっと複雑なやつですね。そうそうそう、はい、それだったら確かにありそうと思いました。パート3、4に関して先読みできる時間が短くなるとか、なるほど、ありそうと思いました。説問がね早く読まれるとかね、そのポーズ説問読まれた後の今ポーズが基本8秒で、うん、図表だと11秒かな、うん、なんですけど、それが例えば5秒になるとか、なるほどなるほど、であれば先読みパパッとできなきゃいけないっていうスキルで難しくするみたいな。ディレクションもっと短くするとかね。ああ、はいはい、トフルはディレクションを飛ばせるようになってったんで、最初飛ばせなくてめっちゃ長かったんですけど、それを飛ばせるようにして短くあったりして、そういうのはまあ何かしら短くする方法をやっていくんじゃないかなと思いますね。だから前はパート2の例題がなくなったんで、前はパート2例題あったんです。で2016年なくなったんで、パート1の例題なくなるとかね、そうするとまた短くできるんで、そういうのもまああり得るかなと思いますけどね。また2人とか3人が喋るやつ、まあ4人とか出たら大変ですけどね4人アンパクスその中にそれとあとはだから1人っていうのはあるとは思うんです。1人バージョンと複数バージョン、うん、もしくは3人会話が多くなるとかね、あ、そういうのも全然あり得るかもしれないですが、まあ問題数を減らすのがまあ僕はベストだと思ってるんで、うん、3も4も減らしてくれよと。3に関しては増えてますから、そうだから3の3問削っちゃえばいいと思ってます。だからパート1ほぼなくして3問とかにしてなんかいろいろ削っていけばいいんじゃないかなと思ってますけどね。まあそうするとアビリティーズメジャーとか大変なんで枠合わせなきゃいけない。そうですね、あれがありますもんね。その辺のことがあって面倒なのかなと思うけど、まあ問題数を減らせばいいなと思ってます。パート5はどうですか。パート5はもちろん問題数の変化とかあるかもですけど、はい、文法問題がもっと複雑になるんじゃないかと、うん、おー、なるほど。その文法問題の中でも禁止問題とか動詞問題で、はい、もう形さえ分かれば選べるって言ったんです、うんうん、それに加えてもう一段階こう意味を考えなきゃいけないとか、おー、なるほど。純粋なこう文法だけじゃなくて、うん、文法語彙のミックス問題みたいな、あー、なるほど、感じにするとこれも攻略しづらいじゃないですか、うん、意味までちゃんと取らなきゃいけないっていう。文法のとこと語彙のところね、アビリティーズメジャーと両方に関わるとかね、そう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 、そんなのはあっても全然ね可能性としてはありえますね、うん、うん、なるほど。僕としてはやっぱまあそうですね、引き続き構文が難しくなる、構文をちゃんと取らないと答えが出せないみたいな問題、はい、であと問題数が減る20問とかね、そういうのも全然あり得るかなと思いますね。その分長文が増える、いやだからもう減っちゃう、全体が減る、あ、だと僕はちょっと思ってます。パート6、パート6は独立型と文脈型ってありますけど、はい、文脈型の比重がもっと増えて、あ、なるほど。僕はもう文脈型だけでいいと思ってます。うん、それ自体もやるんだったら、だから英検とかは全部文脈型しか出ないんで、うん、そういう風にもう独立させちゃえばいいと思います。そうですよね。パート
ート5とも変わんないですもんね、うん、まあもちろんね、難しくするんだったら空章5つにするとかね、あそういうのも考えられますけど、空章5つで2台とかね、そういうので問題数を減らす。あだ一番僕が言いたいのはパート7で問題数を減らせと。あと言えるのは、そもそもパート6の問題と7の問題をガッチャンコしするっていうね。おこれは前から実は言われてたんですよ。2016年の時そういう問題になるんじゃないかとか、はいはい、そ6、7も合体させちゃうんじゃないかっていうのを、空所放銃も入っている、内容一致も入っている、両方ある条文にするんじゃないかっていうのは言われてたんですけどね、ミックスするんです。まだそんな大学受験だったら当たり前なんで、それ、うんうんうん、だからそういったものが出るのもありえるんじゃないかって言われてましたけど、はいはいはい、難しくするって言ってたんで、どう難しくします。例えば今2問付きの問題あるじゃないですか、うん、それがなくなるとか。おお、なるほど。4問付きとかが普通で読まなきゃいけないっていうのが多くなる、うん、とかだったり、文書タイプで記事とかが普通にいっぱい出てくるような、うん、ああなるほど。最近のテストでも記事が3連続4連続とかあったりした、はい、だから皆さん結構飛ばしがちな記事をちゃんと読めなきゃいけないよってしたり、あともっちあのもっとあのニッチな、もっちな、もっとニッチなビジネス色が強い文章が出てくるとか。ああなるほど、ありえますね。はい、場面がもうちょっと難しいとかっていうのはあると思いますね。そうですね。厄介なのはそのトイックって下から上まで測んなきゃいけないテストなんだ。優しい問題も残さなきゃいけないっていうのが、まあ、厄介ですね。そうですね。その辺がどうなるのかっていうのがあるんでね。果たしてどうなるのか、清田さんの予想当たるのか僕の予想当たるのか、ね、だからいろいろやっぱ幅広いレベルを問わなきゃいけないっていうのがあると思うんで、うん、9とかないんでね、点数だけなんで。ただそれでも問題数を減らしてなんとかしてほしいなと。皆さんはどう思いますか。ぜひこんな形式が出るんじゃないかとかね、なんか間違い探しが復活とかね、絶対ないと思いますけど、そういうもう何かあったらぜひ言ってください。僕としてはやっぱ問題数を減らしてほしい、とにかく早く終わらせてほしい試験を、うんうんうん、そういう風にするべきだと思います。こんな朝早く起きなくていいように、もっと遅くスタートでいいと思います。午前午後もなくしてほしい、もう一つでお願いします。自分は残してほしいかな、午後のこの時間がいい。午後の1時だった時代がいいです。あ、まあ、中途半端でご飯食えないみたいなのよく言われてましたけどね、はい、はい、ということでございました。コメント欄でお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。複数フォーマルとめんどくさいんだもん。